じゃないっていうぐらい大曲なんですけど、まあ、次あのマスカーニのアフェマリアという曲を歌いたいと思います。で実はあのこの曲はもともとカトリステカーナというお寺の中の感想曲に歌詞をつけた曲でして、あの後ろの方にもいらっしゃいますけど、私宮崎オペラ協会というところにずっと所属させていただきまして、何年前ですかね、もうだいぶ前の話になるんですけども、あのカバリアレスティカーナをこのメディキッドホールの方でさせていただいたことがあるんですけど、一幕のオペラなんですけど、本当にドラマ的にはもうドロドロしてました。あの不倫があったりとか殺人事件があったりとか、そういうとてもあの大変事件の多い作品なんですけども、その中でこの感想曲だけが何でしょうね、もう涙が出てくるくらいとても美しい曲で、とてもこんな殺伐したオペラの中に入っている曲とは思えないぐらいとても綺麗な曲で、それにこのアベマリアっていう歌詞がついているのもとても素敵だなと思って、まあ、あの今回歌わせていただきたいなと思いましたですね。マスカーニという方はあのちょうど第二次世界大戦が終わる時ぐらいに亡くなられているのかなという方なんですけど、やっぱりちょっとムストリーニとかと関係したこともありまして、一時の間はやっぱりこうなんだろう、あまりこう表舞台には出なかったみたいなんだけども、後の方でやっぱりやっと名誉が回復しまして、やっぱりとてもユージェン・フリッツとかいろいろとても素晴らしい作品があるんですが、なかなかねプッチーニと同世代ぐらいの同時代を生きた方ですけど、プッチーニの方がどうしても評価の方が高かったりするんですけども、本当にとても素晴らしいオペラを書かれた作曲家だと思います。ではアベマリアをお聴きください。